私が殺したんじゃないか。そういうことになんのかな、これは。呪いを使って二人も。やっこちゃんの罪なんのこれ。ああ、やっこちゃん。やっこちゃん違うよ。操られてるのはしょうがないよ。ああ、やっぱそうなの？ですよね、警部。あ、ボス。そうなるんですか。ああ、そうだな。マジで？霊障として心神喪失状態であったと認められる可能性は高いはずだ。あ、ボスが言うならそうなんだろう。お前さんがコントロールできるもんじゃねえ。そこは安心してくれよ。あ、じゃあやっぱやっこちゃんの罪にはなんないって。違う、違うの。違う。私も殺してやりたいって思った。きっとその気持ちが出たの、みちおちゃんのせいだけじゃない。その情の内とか祝いに対して、みちおちゃんが自殺じゃないって知った時だって、周りのひどい大人たちみんな呪いで死んじゃえばいいのにって思ったし。ああ、でもそれは自相玉を持ってたのだって、あわよくばみちおちゃんの仇を取りたいって思ってたし。でもそれはやっぱ友達として普通の感情だと思うけど。やっこちゃん、だってね。うん。せっかくみちおちゃんは辛い毎日でも逃げ出さずにいたのに。ああ。それこそ本当に自殺してもおかしくないほど悲しくて辛い状況だったのに。そうね。それなのに私が呪詛玉なんて持ってたから。いやー、みちおちゃんに復讐なんてさせてしまった。いやでも呪詛玉持ったのは偶然だしな。黙って耐えてそれでも生きようとしていたみちおちゃんの思いを踏みにじったんだ。私がさっさとやればよかったんだ。え、あ、そういうこと。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、みちおちゃん。みちおちゃんじゃなくてやっこちゃんが自分でやればよかったってこと？ああ、ああ。いやー、だからこれは。私が殺したんだ。いやーでも呪詛玉を得たのは本当に偶然だしね。それはやっこちゃんの責任じゃないと思うけどな。やっこ、あ、みちおちゃん。あ、なにこれ。いたいた、海藻。おお、みちおちゃん、海藻っぽいな。あら、なんだいもう。最近あんま学校来ないから心配しちまったじゃないか。え、あは、あ、これが本来のやっこちゃん。なんかすっごく久しぶり。元気そうでよかったよ。口調全然違うわ今と。うん、ごめんね事情も言えず。やっぱ白石さんと人格が混ざってるんだ今。それがずっと心残りだった。なんだい改まって水臭いね。マジで肝っ玉母さんみたいな性格なんだけど、やっこちゃん。もしみちおちゃん悲しませるやつがいたら私が全員ぶっ飛ばしてあげるから。あー、これはみおちゃんにらしくないって言われるな。それはふふ、いつもありがとねやっこ。実はあなたに伝えたいことがあってきたんだけど。伝えたいこと？どうしたの？何でも言って。なんかメロメロだな、みちおちゃんに。やっこちゃん、あのね、私何の罪もない男の子にとても許されないことをした。え、あ、秀一くんの話？
脅されて逆らえなかったなんて言い訳にもならない。あれ、ごめんなさい、ずっと悔やんでた。回想じゃない、これもしかして心の中の会話か。弱かった私は取り返しのつかない罪をたくさん犯してしまった。今更もうあの地獄から逃れる方法なんてなかった。心の中っぽいな、やっこちゃんの。もう限界だった。あいつらを殺して自分も死のうって本気で考えてた。そうなんだ。この世界に生かしておいちゃダメなの、あいつらも私も。死ぬつもりだったんだ、みちおちゃん。え？でもその矢先に事故にあって真っ先に無念だったのはそれだった。それ、あ、復讐か。だからね、やっこ、あなたのおかげでそれを果たすことができたの。復讐ね、ありがとう。本当に迷惑かけてごめんなさい。そうか。え、何？待って、迷惑とかはいいんだけど。みちおちゃんはむしろ感謝してるんだ、やっこちゃんに。でも今さら気づいたの、わがままなのは分かってるけど、うん、え、せめて私と友達でいてくれたこと、うん、最後の最後にこうして一緒にいれたことだけは、最後の最後、どうか忘れないでほしくて。忘れないんじゃない、やっこちゃんは。え、待って、みちおちゃん。やっぱりみちおちゃんにとってもやっこちゃんは大事な友達だったんだな。ん？あ、ボスエリオ、みおちゃん、あれ、教室にいる。気がついた？大丈夫？え、教室の机で寝かされてたの？急でごめんね、やっこちゃん。え？あ、こっくりさん。ここ教室？こっくりさんじゃない？この手元のやつ。あれ？なんか夢見てた。気持ちの整理がついてねえところ申し訳ねえんだが。あ、やっこちゃん今の会話覚えてないのかな？どうしても白石道夫の証言が必要でな。もう死の子の言ってらんねえんだわ。道夫ちゃんの証言。はあ。で、どうすればいいのか考えた結果。こっくりさん？やっこちゃんの中の白石さんは意識が混濁しちゃってるわけだけど。あ、そうなんだ。いや、今すごい会話してたけどね。霊体として呼び出せればある程度意思疎通もできるんじゃないかなということで。あ、なるほど、霊体として呼び出す。出た、それでまたこっくりさんを。え、みちおちゃんなんか最後って言ってたけど、あれは自分の意識があるのが最後ってことなのかな。実は前回呼び出した霊って白石さんだったんじゃないかなと。あ、こっくりさんで？え、本当？その時から近くにいたんだろうね。あ、だからやっこちゃんの名前聞いた時にいいえってなってたのか。あれ、自分が取り付いてるから。だとしたら絶対やろう、やるべきだよ、声聞きたい。よし、じゃあ昼までうまくいくかわからないけどやってみよう。白石さんまだいるのかな。心の準備はいい？うん。あ、俺がね。いや、いいよ。うん、大丈夫。もうここまで来ておじけづかないでしょ、やっこちゃん。それじゃあ行くね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。後ろのピンボケエリオが気になるわ。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。
昼間でも成功すんのか。あ、動いた、来た。おー、来たね。昼間でも行けるんだ。果たして白石さんの霊は来てくれたのか。あ、それだね、確かに。やっこちゃん確認してみて。他の霊の可能性もあるんだもんね。わかった、あなたは白石道夫。こっくりさん、こっくりさん、あなたは白石道夫の霊ですか。うん。おー、はい。あ、はい、だって。え、でもこれはどうなの。いや、中にはふざけて答える霊もいるから。あー、だよね。白石さん本人じゃないとわからない質問してみて。え、むずー。道夫ちゃん当人じゃないと答えられない質問か。いや、急に振られて出る、こんなん。じゃあ、こっくりさん、こっくりさん、あ、なんかあんの。前に私と道夫ちゃんで一緒に買ったリボンはいくらだったでしょうか。あ、なるほど。リボンの値段490円だから合ってる。もうよく覚えてたな。え、てか時代考えると高くない？ 490円。間違いなさそうだね。え、そんなするもんなのリボンって。わかんないね。じゃあやっこちゃんから質問してもらえる？わかった、何聞けばいいんだっけ。後ろで後ろでエリオがビビってんだけど。ねじまふみちかの隠れ家の場所と、あとはお守りのありかかな。こうしてみるとみちおちゃんめっちゃ重要な情報握ってんだな。あー、じゃあねじまの隠れ家から。こっくりさん、こっくりさん、ねじまふみちかの隠れ家の場所知ってたら教えてもらえますか。覚えてんのかな、みちおちゃん。うろうろしてる。お願い、今捕まえないと大変なことになっちゃうの。これわからないんじゃなく？あ、迷ってる。うん、恐怖を植え付けられてて思い出すのも辛いだろうけど。あ、そういうことね。今は道夫ちゃんだけが頼りだから。白石さん、お願い、教えてくれんのかな。あ、動いた。住所？あ、すごい動いてる。これは住所だ。詳しい住所教えてくれてる。あ、そこは映さないんだ。あ、そうか。すごい、ありがとう道夫ちゃん。だって実際にある住所になっちゃうもんね、ここで映したら。風評被害が出るから。うん、住所分かったよ。ありがとう。エリオ近くね。え、そんな近くにいたっけお前。あ、そんなことなかった。よっしゃ、エリオ、すぐこの住所に確認に行け。はい、本部に連絡してこの住所の一帯を一斉に固く調査します。あ、そこにネジマいんのか。あ、消えた、エリオ。これで合ってるといいけど。これでネジマが捕まれば絶対合ってるよ。ネジマの件も解決だけどな。どうだろう。あ、で、お守りのありかね。こっくりさん、こっくりさん、ねじまの件はエリオに任せて。みちおちゃんが持っていたというお守りに心当たりはありますか。お、ある。やっぱりあったんだ。じゃあみちおちゃんが事故に遭った時もそのお守りを持っていたのですか。持ってたんじゃない、それはやっぱり。はい。え、持ってた？でも遺留品にはなかった。でも遺留品にお守りっぽいものはなかったって。ってことは現場検証するより前に誰かに持ってかれたってことか。警察が来るより前に。ってことはもう、え、誰が？波がけ？警察より先に白石さんがと。波がけじゃない？ひき逃げ犯。
こと並垣雄太郎。でもひき逃げなんだから逃げ去ったんじゃないの？戻ってきて確認したのかもしれない。怖くなったとかで。もしくはまあ、お守りを奪うために殺した。だとしても通報もせず遺体を漁って、お守りだけ取ってくってのはちょっと考えにくいな。こっくりさん、こっくりさん。みちおちゃんをひき逃げした犯人は知っていますか？いや、これは知ってんじゃない？だってさっき顔を見たし。ガッキーの。知っている！だよね。知ってるんだ。気づいてたもんね。よかった。それだけ分かってなかったから。え？分かってなかった。実は、霊を成仏させるためには、できるだけ詳しい情報が必要で、死の間際に何が起こっていたのか、それを理解できないと、彼岸に送れないの。ああ、そうなんだ。ああ、でもなんかそれよく聞くな。強制的に払うのとは違うから。自分が死んだってことを理解させないといけないとか言うよね。じゃ、聞いてみようか。あ、その犯人を。うん。こっくりさん、こっくりさん。みちおちゃんをひき逃げした犯人は誰ですか？いや、もうこれは一択じゃないの。名前わかるかな？いや、名乗ってたよ、さっき。どうだろう？お、なあ！み！か！きーやーな、み、か、け、なみがきチャンス突入！ギュイングイングイーン！でで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 。なんだと？激アツ演出来た！まさかなみがきゆうたろう、お前さんたち知ってんのか？ボスも知ってますよね。さっき喫茶店を出た後話しかけられました。走り主だった人ですよね。おや、そこで話しかけなきゃバレなかったのによ、メガネ。あ、そっか、あの時のやっこちゃんの反応はそういう。ね。いや、あからさま殺意むき出しだったもんね。そういえばあいつ、みちおちゃんのことで話があるとか言ってたね。そうね、そうね。なんだと？呪詛玉もねえのに何企んでやがる。いや、白石みちおを蘇生させたらしいっすよ。その人、両国橋の近くで待ってるって言ってました。未だに待ってんのかな？わかった、後で俺も行こう。怖いおじさん来たってなる。あいつがみちおちゃんを。そうね、いやだってこれは、もうみちおちゃん自身の告発だもんな。やっこちゃん。この情報が真実なら、もう行けるはず。行ける？未だ苦しみ続けてる白石さんを早く解放してあげよう。成仏させられるってことね。わかった。うん。いやー、すごいな。いろいろ解決しそうだ。あ、お別れする。こっくりさん、こっくりさん。いや、みちおちゃん。みちおちゃんね。ありがとう、助かったよ。いや、本当にね。本当に助かったわ。あのさ、家のこととか、誘拐のこととか、先生に脅されてたこととか、うん。何も知らなくてごめん。いやー、やっこちゃんのせいじゃないよ。本当に辛かったよね。多分私には理解できないほど辛い毎日だったんだと思う。そうだね。そりゃあ復讐したかったろうよ。他人の私でも思うもん。あれは復讐して叱るべきだよな。もうさ、取り返しのつかないことばっかりになっちゃったけど、本当のことを知れてよかった。そうね。やっこちゃん、
自殺で片付けなくてよかったよね。みちおちゃんに言いたいことは山ほどあるけど、もういいや。最後に一つだけ聞かせて。うん。また私と一緒に遊んでもらえますか？そうね、疎遠になっちゃってたけどね。ああ、いいの？やった、約束ね。それがいつになるかわかんないけど、そうだね。じゃ、これで必要なことは聞けた。仲直りしたかったんだな、やっこちゃん。仲直りっていうか、疎遠を解消ね。うん。じゃ、このまま白石さんの魂送り出すね。あ、この場でできるんだ。うん、お別れだ。みちおちゃん、これでやっと解放してあげられるんだね。ねえ、本当、いろんなことからね、解放してあげられる。ねえ、やっこちゃん。ん？やっこちゃんが最初に熱心に主張していた通り、うん、ただの自殺で終わらせずに済んで、ほんとよかったね。ねえ、ほんとそれはそう。これがわかんないままだったもんな。うん、そうだね。やっこちゃん自身の手で解き明かしたからな。まさかここまで辛い事情があったなんて思わなかったけど。みおちゃん？え？あ、う、ごめん。みおちゃん。だって、なんか、白石さんが、本当に、うん。大人たちに、めちゃくちゃに踏みにじられても、ずっと一人で耐えたのに。うん。もっと、もっと勇気出して私も、声かければよかった。みおちゃん。うん、ありがとね、みおちゃん。でも最後にこうやって話せたし、よかったんじゃないかな、白石さん。私もできることがあったと思うとすごく悔しいし、胸が苦しい。どうして真面目に精一杯生きてた子がここまで思い詰めないといけないんだろう。ねえ、本当に最後の最後まで不運に見舞われて残酷すぎるよね、白石さん。でもだからってさ、事情を私にも黙っていたことと、うん、生きることより復讐に走ったことはやっぱり許せないかな。あ、そうなんだ、やっこちゃん的には。ほんと気づけたからいいけど、何やってんの。死ぬつもりだったって言ってたしね。ああ、もう何やってんのさ、ほんとにもう、もう、やっこちゃん、そんなに私が頼りにならないのかよ。いや、復讐したきゃいくらでも手伝うに決まってるだろ、バカ。うん、私はどんな道をでも生きてて生き返ってほしかったんだよ。でもやっぱ大切だったからこそ巻き込みたくなかったんじゃないかな、やっこちゃんのこと。その責任はしょうがないから私が抱えておくけどさ、いつかあの世とかで再会したら、あ、一発ひっぱたいてやんなきゃ、あんたが本当の大バカ林だとかって。
そんなにうまくない。遊ぶのはそれから。死んだ後遊ぶ気なんだね。ふふ、そっか。お、じゃあ送るね、みおちゃん。かっこいい。あ、待って。お、髪の毛が逆立つんだ。見て、コインが家に。あ、いつの間に。ほんとだ、いつの間に。何に対しての、まだ心残りがあるのかな、送ることに対して。やっこちゃん、白石さんからの願い、何か心当たりない？え、白石さんからの願い。あ、ん、最後の最後に、こうして一緒に入れたことだけはどうか忘れないでほしくて。あ、忘れないこと？なんか言われた気がする、忘れないでって。いや、それはもちろん忘れないんじゃない、やっこちゃんは。そっか、じゃあねえ、この声が聞こえていたら、ん、彼女のことを忘れないという気持ちを行動で示してあげて。え、こ、え、これは誰に言ってんの。え、あ、俺、今の状況を忘れないことをこ、え、あ、こういうこと。あれ、違う、違うか。え、え、みおちゃん、俺、え、俺どうしたいの。え、なんかまたあれか、メタ的なやつか、これ。忘れないという気持ちを行動で。セーブ？これ？忘れない。セーブデータ残す。とか？あ、ああ、セーブだ。あ、セーブでよかったんだ。ありがとう。あ、いえいえ。こちらこそ、白石さん。でも、引っ叩かれるのは嫌だから、あなたは長生きしてね、やっこ。あ、あ、やっこちゃんに対してだった。俺に対してじゃなかった。またね。またね、白石さん。え、ってか今のどういうこと？みおちゃん俺に話しかけてたけど。あ、あ、あー、でこのままもう両国橋行くんだ。楽器のとこに。へえ、え、どういうことだ。みおちゃんは俺の存在を知ってるってことなのか。思いっきり俺に話しかけてたよね。やっこちゃん、具合大丈夫？あ、出た、大丈夫。ボスが背後霊みたいにいるんだな。うん、大丈夫、今は妙にすっきりしてるよ。やっぱ自分が自分じゃなかったよな、変な感じがあったんだね。あー、やっぱ口調変わってるわ。そんで意識の一部に自分じゃ関与できない領域があったみたいな。やっぱ白石さんの性格の影響受けてたんだな、やっこちゃん。うん、ようやく正常になったんだと思う。無事に戻ってよかった。じゃあ白石さんは成仏できたってことか。みちおちゃん、これで成仏できたのかな。うん、そこは大丈夫。もう大丈夫を連発してる、みおちゃん。やっこちゃんに事情を伝えられないまま疎遠になってたことが心残りだったみたいだから。ああ、そこなんだね。そっか、じゃあそこはよしとしなきゃね。それが未練だったんだ。でもまだなんかこう心の中がすっきりしないんだよね。うん、
そうなの？まだなんかあんの？うん、なんなんだろうこれ。手のひらを見ている。まだ一部抜け切ってないって感じ。え？後遺症かな。白石さん以外にもなんかいる？もしかして呪詛玉を堤警部に渡しちゃったから？あ、ボスに。いや別に呪詛玉持ってりゃ血行が良くなるとかそんな効果ねえからな。いや誰もそんなこと言ってないですけどボス。でも呪い4つ持ちは肩凝りそうだね。お疲れ様です警部さん。いやでもまあボスは耐性あるからこういうの。く、急に性格変わりすぎじゃねえか。これが本来の性格なんだろう。それよりいいのか本当に。今回の件が片付いたら逮捕しろってのは。え？お前さんの場合は霊災、事故として処理できるかもしれねえんだが。あ、マジで？やっこちゃん、いいんだよ。私も呪詛玉を使って呪い殺した人と同じように扱っとくれ。マジで？あ、自分から。むしろ肩がつくまでおめこぼししてもらっちゃってあんがとね警部さん。はあ、罪は償う気なんだ。じゃあやっこちゃん前科ついちゃうってことか。まあまあでも本人がそれを望むんだったら。両国橋来た。ガッキーの生息地。さて、おいる、早速。おいおい、刑事まで一緒なんてそんな話聞いてないぞ。なんか援助交際の摘発みたいな。悪いがあんたの都合聞いてる余裕もなくてよ。おお、年貢の納め時だぞガッキー。走り主でもなくなったあんたがこの嬢ちゃん方に何の用だったんだ。それは白石さんね。言っとくが、こいつらの持ってた呪詛玉は俺が預かったぜ。くっ露骨に悔しそう。っていうかよ、あんた白石道夫とはどういう関係なんだ。いやー、もう分かりきってるけどな。いやー、彼女とはちょっとした縁があってね。またちょっとした縁つってる。先日の彼女の不幸な知らせにはとても心を痛めたものだよ。いや前も聞いたわそれ。ほう、ここで嘘つくのかな。ちょっとした縁。やっこちゃんムッとしてる。なるほどな、そりゃあ辛い出来事だったろうがよ。死者を蘇らせればひき肉がなくなったことになると思ったか。おお、なバレ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 だぞおい。逆祭の犯人かお前。何言ってるんだかちょっと意味がわからないな。おい富澤たけしやめろ。わからねえなら教えてやるんで、ちょいと話を聞かせてもらいてえんだわ。あ、ボスの目が座っている。うっ、もうなっとかうっとかお前。免許は取ったばかりか。ん、ああ、ボスが尋問している。血痕のあるワゴン車が見つかっててよ、所有者割り出すのも時間の問題なんだがね。さすがベテラン警部だ。な、何のことだ。いやもう諦めろってガッキーマジで。あと白石道夫との接点ってのもっと詳しく教えてもらってもいいかい。この状況でよくすっとぼけられんなお前。つうかお前よ、呪詛玉で一人やってやがったよな。あ、それもあるよね。やめろ近づくな。あ、実際に近づいてたんだこれ。あ、目の前が真っ暗になった。くそ、いやもう白状しろよ。わかった、観念する。おお、やっとか。観念した。あー、僕はもうおしまいだ。いや最初から終わってんだよお前。その後浪垣青年が自供した内容によると、あ、ここモノローグになるんだ。白石道夫をワゴン車でひき逃げしたのは彼で間違いないとのことだった。あー、やっぱりそうか。いや、ガッキー関わってるとはな。知り合いの女性を乗せて
ちょっといい気になってスピードを出しすぎたというのが彼の言い分だった。あ、じゃあ殺意なかったってこと？女学生にぶつかってそのまま逃げ去った後、人目につかないところで慌てて車体を洗い、真っ先に証拠隠滅を図ったが、事故だったと。その後同乗していた女性に促され、怖くなって一度確認に戻ったらしい。いや、この同乗してた女性ってさ、あやめちゃんじゃねえの？ただ現場近くまで戻ったものの、被害者の確認に行ったのは同乗の女性だけで、彼は車の中で震えていたのだという。え？あ、死体の確認は女の子がしたんだ。やがて戻ってきた女性が言うには、遺体はちょうど飛び降り自殺にも見えたから、このまま放っとけばひき逃げだと気づかれないかもとのことだった。あ、じゃあその子の計画ってこと？その後女性とは別れ、夜中のうちに車を山奥に運んで投棄。二人はこの事故のことは隠し通そうと決めた。いや、その女の子もやべえじゃんこれ。共犯じゃない？翌朝になって白石道夫の遺体が発見されたが、うまい具合に飛び降り自殺として処理された。はあ。しかし彼の心には闇が残った。あ、ガッキー。その日から毎日血まみれで手足の折れた女学生が恨みがましく彼の前に現れる夢を見るようになったのだ。あ、それでまたって言ってたのか。起きてる間も暗がりに遺体の幻を見たり、恨みがましいうめき声が聞こえたりして、四六時中自分を責め立てる。それは罪の意識からなのかな。そんな幻聴幻覚に悩まされ、ほんの数日でノイローゼになった。あ、病んでたんだ。このまま隠し通すことにも限界を感じ、自首しようとも考えたが、それは同乗していた女性に強く止められた。いや、マジでその女の子やばいな。そんな時、よみがえりの秘術の噂を聞いた。あ、彼は女学生をよみがえらせることができれば、この事故をなかったことにできると考えた。いや、なかったことにはなんないけどな。そうすれば彼を悩ませる心の闇も払拭できるはずだと、自分の経歴にも傷をつけずに済むと。保身のためだったんだな、やっぱ。その夜から毎晩、本所七不思議に関連する場所をひたすら探し回り、そして彼は足洗い屋敷の呪いを受けた。いやー、こいつマジで最後までいいとこねえなー。クズメガネだった。そう、僕は悪くない、自首しようと思ったんだ。でもあの女がそそのかしたから。いや、まあまあ落ち着いてくれや。結局自首してねえしなー。あんたの行動が悪くないのかどうかは、ジョーちゃんたちの引きっぷりを見てもらうとして。いや、もうドン引き、ガン引きだよこんな。そもそも引いた時点でもう証拠隠滅してるのかな。くっ、逃れる気満々だもん。一つ確認してんだが、白石道夫が事故当時持っていたはずのお守りに心当たりはねえか。あ、それね。いや、こいつ知ってる。お守り？なんだそれは。あ、知らねえわ。ってことは、もうこれ。そうか、知らねえか。女の子の方でしょ。だったら同情してたって女だな。そいつにも聞いてもらえるか。ああ、そうだ。どれもこれもあいつのせいなんだ。これ多分。つうか、確かにまあ。多分、あやめちゃんだよね。過失運転致死を起こした車に同乗してたってだけなら、そいつに罪はねえんだが。おお。今の話だと、完全に救護義務違反及び報告義務違反教唆でアウトなんだわ。まあ、完全にアウトだよね。隠滅しようとしてるからな。現場から遺留品持ち去ったなら窃盗も含むんで、そいつがどこの誰か教えてもらえないかね。
もう隠す気なんざねえだろ。えらい罪重ねてるけど、その子も。ああそうだ、あいつが悪い。あんな女こそ煮るなり焼くなり好きにすればいいんだ。うん、いや早く名前言えよ。そいつの名前は東野あやめ。町で知り合った美大生だよ。やっぱあやめちゃんか。お、なんだと。お、ボス。え、これ、あ、やっぱそう、美大生の東野あやめだと。ボスの娘では。おいおい、ほんとかそれは。え、ボス知ってそうじゃん、だって。嘘ついたって仕方ないだろ。なんだ、刑事さん知ってる子かい？いや、だってボスの娘もね、大学生って言ってたもんね。あれは澄ました顔して悪い女だ。まったくどんなさ、お前か言うな、お前が。うるせえ。ブチギレキングヌー。いや、ボスもね。堤さんどうしたんですか？すごい汗ですけど。いや、これボスの娘だったら。ああ、いやいや、待って待って待って、ボスたまったもんじゃないぞ。くっそー、何なんだ、どうなってやがる。いや、でもこの反応は確定っぽくない？おい、俺はこいつを連れて今から署で詳しい話を聞く。おう、お前らは6名簿院の署の捜索を続けてくれ。いいな。あやめちゃん、あ、はい、わかりました。これあやめちゃんが黒幕なのかな。さあ来い。ガッキー連れてかれた。うわー、いや、だって多分あやめちゃんがお守り持ってった可能性高いよね。行こっか。うん、びっくりしたね。うん。あ、終わった。いや、これ続き気になるな。ボス、どうなるんだ。シギマ帝王説も。久しぶりのマダムルート。続いてのニュースです。本日昼ごろ、墨田区の白石敏子さんの自宅で、新たに男性の遺体が発見されました。あ、報道されてる。岩井寛吉郎だろ。遺体は白石さんと内縁の関係にあった無職岩井寛吉郎さんとみられ、警察は本所地区を中心に発生している一連の連続開始事件と関連があるとみて調査を進めています。もうこれでじゃあ解決か、この件。また現場からは岩井氏が昨年の男児誘拐殺害事件に関わっていたとされる証拠品も出てきており。あー、それもね。あ、消えた。周一くん誘拐事件もね、解決だ。さてマダム、プロトン、迷宮入りしていた誘拐事件については一段落ついたということで。そうね、これからの話をしようか。誰かの呪詛玉を奪う気だけどね、マダムは。まだそうね。公式発表があったということは、祝いの手記の内容は真実性が高かったようだね。まあほぼ間違いないでしょう。誘拐犯もその共犯の少女も死んでいるが、あとは警察が処理してくれるはずだ。未解決じゃなくなったと。終わってみればお粗末な事件。まあ、あの手記がなければわからなかったのに。警察が隠蔽しようとしてたしね。悪事がバレる時なんてそんなものだよ。油断だ。油断した時に悪事がバレる。しかしねじま事件などもそうだったが、こんな風に運よく発覚した事件に触れると、その裏でどれだけ発覚していない事件があるかわからなくてゾッとするね。確かにバレてない完全犯罪ってめっちゃあるんだろうな。そうね。怖い話出た、マダムの。マダム春江の〇〇の話。